皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年4月18日木曜日に収録しております。昨日4月17日、昨年9月帝国劇場で約1ヶ月上演されました舞台ドリームボーイズ、主演スノーマン渡辺翔太さん、共演ストーンズ森本慎太郎さん、まあ、2人がまあ中心の配役としてキャスティングされて、素晴らしい舞台上演されましたドリームボーイズのブルーレイ DVD が昨日17日に発売され、私はまあ16日に無事フラゲすることができて、まあ、見させていただいたんですけども、もう皆さんのところにも無事届いて見られましたでしょうか。私はこれまでドリームボーイズっていうまあ舞台の今までの DVD も発売されてる年もあるんですけど、全く見てこなかったので、このストーリー的なところもほとんど知らないし、そういった意味で、まあ、すごく今回DVD が届いて見させていただくのを楽しみにしてたんですけども、まあ、すごくいい舞台やったと思いますし、またこの舞台の中で、ショッピーが歌い踊り演じておられる、なんかその全てを見ることができて、まあ本当に良かったです。フラゲさせていただいて早速見させていただいた日に、まあストーリー的なとこ、今回初めて、私と同じように初めてこのドリームボーイズの内容を見られる方も結構たくさんおられると思いますので、内容的なところにはほぼ触れず、どちらかというと約20年にわたるドリームボーイズのまあ歴史、そしてまたこのスノーマン、6人時代からこのドリームボーイズに、まあ、関わっておられた、そのお名前を見つけることができたあたりから、このドリームボーイズのまあ歴史を中心にそのお話しさせていただきました。またその動画の中で私のまあ個人的な予測で、昨年2023年のドリームボーイズがまあファイナルにもしかしたらなるんじゃないかと思いますで、なんか私の想像でお話ししたんですけども、ゆうこさんからコメントいただいて、もう今年の10月に、その帝国劇場の改装前の帝国劇場のまた上演予定に入ってますよって教えていただいて、見させていただきましたら、やっぱり10月の上演予定のところで、このドリームボーイズ、帝国劇場のホームページにはまだ載ってなかったと思うんですけど、違ういくつかのこの記事を見させていただいたら、10月に、まあ、ドリームボーイズという名前を見つけたので、おそらく今年もドリームボーイズを上演していただけると思いますので、間違った予測をお話ししてしまいまして申し訳ありませんでした。で、まあ、今回、初回版と、まあ、通常版発売されて、私は、初回版の DVD バージョンの方を注文したので、まあ、ディスクが2枚入ってて、ディスク1には、そのドリームボーイズの、まあ、ステージ本編の映像、ディスク2には、セレクトシーンビジュアルコメンタリーということで、ショッピーと慎太郎くん2人が、まあ、見どころのシーンやと思うんですけど、約1時間の、まあ、見どころのあるシーンを見て2人で、なんかこう語る、っていう約74分の、むちゃむちゃ楽しい映像が入っていました。で、一方通常版には約30数分のメイキング映像が収録されているということで、私はもう今回も初回版だけしか注文してないので、メイキング映像のは見れないんですけども、まあ、どちらも購入された方もおられるでしょうし、メイキング映像が見たいということで、この通常版の方を注文された方もおられると思うんですけど、またこのメイキング映像を見られた方のまた感想もコメントの方で教えていただけたらありがたいなと思います。で、この2人がこのセレクトしたシーンを見ながら話している後半のところでも、もし今年またドリボーをやるとしたら、ドリームボーイズをやるとしたらどうするっていう、もしやるとドリームボーイズをやる、そしてまた2人にまたオファーが来たらっていうことやと思うんですけど、どうするっていうところで2人こう顔を見合わせて、明言してなかったので、まあ今年もしドリームボーイズをまあ上演が決まって、その配役がまた再度オファーが来ても、今年もぜひやりたいですっていうふうには明言されてなかったので、まあこのあたりもまあどうなるかっていうところもまあ楽しみにさせていただけたらなと思っております。そして、なんと、今回70分以上にわたるこのビジュアルコメンタリーの映像なんですけど、なんとこう、ショッピーが進行役を頑張ってされてます。
いつもは、まあ、当然のことながら、まあ、ふっかさんが MC 回しもされて、まあ、そこで、なんか、ショッピーはいつも楽しそうにずっと笑ってるような感じなんですけど、今回頑張って、ショッピーが進行役回しておられますので、これを見るだけでも、ショッピーファンの皆さんは、まあ、すごい値打ちがあるのではないかなと思います。で、ストーンズに関しては、私、こっからという楽曲があまりにも素晴らしくて、バイブスを買って、時々このバイブスのアルバムの素晴らしさはちょこちょこお話してるんですけど、まだまだストーンズのメンバーそれぞれの個性であるとか、そのグループの中でのなんかこうメンバーの立ち位置であるとか、そういうところがもう全くわからないんですけど、今回の70分以上にわたりますこのビジュアルコメンタリーを見させていただいて、さらに私なんかこう森本慎太郎くんのことがなんか好きになりました。むちゃむちゃ明るいし、なんか楽しいし、なんかこう、なんか強さも秘めておられる気がするし、なんかむちゃむちゃ魅力的な方やなと思いました。ストーンズでもしかしたら一番最、年が若い26歳と思うので、最年少になるんでしょうか。これからもね、なんか一気にぐっとなんか親しみを感じたので、またこれからもチェックさせていただきたいんですけども、で、その回しっていうところで行くと、まあ、ショッピーもストーンでは誰がって言ったら、いや、ジュリ君ですって言って、田中ジュリ君が、まあ普段は、その、スノーマンのふっかさん的な役割ですね。その MC をされたり回されてるみたいで、で、慎太郎君は最初スタッフにどちらがこのちゃんと進行するか回すかというところを聞かれたら、もう僕は絶対無理やから、ショッピーにっていうふうにもあらかじめ、なんか、慎太郎くんが言われたみたいで、ショッピーも同じように振ろうと思ってたんやけども、もう最初から、スタッフから、きっとまあ慎太郎くんがこう、絶対無理やと思ってますので、渡辺さんよろしくお願いします、みたいな感じで、まあ多分、依頼されたと思うんですけど、まあそれを頑張って受け入れて、で、また、ショッピーも、まあ、ふっかさんに来てもらったらよかったって言ってたんですけども、まあ、それをなんとかね、頑張ってやられてる姿を、見るだけでもよかったし、しっかりと私は、その役目を果たされたと思います。で、やっぱりショッピーってすごい、テレーヤなんやと思うんですけど、ところどころ、慎太郎くんが本当に、例えば、ショッピーがいい体してて、映像より本当に見たらもっとバキバキやったねとか、結構慎太郎くんが、ショッピーのことを褒めるんですけど、まあそれをおそらくそのまま受け取るには、この照れくさくて、もうそういうところはもう全部、なんかこう、まあ笑ってやり過ごすようなところがあったと思うんですけども、まあいつも通り、ところどころもう大きな声で笑いながらも、ちゃんとこの進行をされてたところが見れたので、私はなんかすごくもうそれだけでも、ショッピーがちゃんと進行してるわっていうのを、回してるわっていうのを見れただけでも、私はすごくね、なんかこう貴重な映像を見させていただいたと思いました。で、まあ今回のビジュアルコメンタリーは、ショッピーと、まあ、慎太郎くんの二人でお話しされてて、この映像の場には、小市くんは、まあ、おられへんし、もちろん本編の方でも映っておられへんのですけども、今回の2023年の、まあ、ドリームボーイズ演出を手掛けられました、堂本光一さんが、その、ショッピーと森本慎太郎くんに、なんか、ぜひやってほしいと強く二人でないとダメやっていうぐらいの気持ちで、なんかこう、オファーされたと聞いてます。のでやっぱりこの改めて今日も二人の口からその小市くんの名前が何度も出るなんかそれを聞かせていただいて、改めて今回の2023年のドリームボーイズは堂本光一さんと渡辺翔太さんと森本慎太郎さんの3人で作り上げられたドリームやったんやなっていうのをなんか改めて今日のビジュアルコメンタリーの二人のトークの中で小市くんの名前が何度も出るのを見ながら感じさせていただきました。このほっこりカフェチャンネルでは小市さんのまあ後輩を思う気持ちであるとか、すごくしっかりと男らしく発言されるところなんかも何回かこの動画でもお伝えさせていただいてるんですけど、まあ、少し前にも現在発売中の日経エンターテインメントでもまた素晴らしいインタビューに答えておられるところもまた動画でお伝えしてますので、よろしかったらまたね、ちょっと数日前、先週ぐらいかな、紹介させていただいたので、また見ていただけたらなと思います。まあそんなこうビジュアルコメンタリー
ほぼ二人で、なんか冗談を言い合いながら、ショッピーはいつも通りこう笑いながら進めておられるんですが、そんな中でも、まあ私はまあスノーマンメンバー、メメをはじめスノーマンのメンバーの、なんか発言される、まあ言葉に、すごくちょっと刺激を受けて、ちょっとこう深読みもさせていただいて、その言葉から、その人の人間性の素晴らしさみたいなところを感じたところ、今まで、まあ何度もお話しさせていただいてるんですけど、楽しくお話しさせていただいてる、さりげなくお話しされてる中でも、なんかショッピーらしさ、ショッピーの中の、なんか本当に実はむちゃむちゃこう、真面目なっていうか、そういうところを感じるところがあったので、ちょっと一つ二つ、そこを深読みしたとこを、お伝えさせていただきたいと思います。まあ、このぐらいはお伝えしても、まあ、これから、ビジュアルコメンタリー見られる方の、まあ、楽しみをそがへんと思いますので、で、一番最後のところで、もう、その、カーテンコールが入って、そのダンサーの皆さんがパッと出てきて、華麗にダンスをされて、お辞儀をして下がられるんですけど、最初の女性の方、男性の方、まあ、このあたりは、プロのダンサーの方、特に男性の方もジュニアではなくて、プロのダンサーの方が最初出てきて、このカーテンコールで、このパッと踊って下がられるんですけど、そこを見られながら、ショッピーが急にまあ、真顔になって、こういうプロの方たちが参加していただけると本当に締まるよねってさらっと言った言葉に私はまたちょっとグッと来てしまいまして、あ、このあたりもやっぱりまあ、セブンメン侍、少年忍者も頑張ってこのサポートしてくれてるんですけど、またこのプロのダンサーの皆さんもきっと参加してくださってると思うんですけど、そのあたりのプロフェッショナルの仕事っていうことをまあ、しっかりとこの分かる方、それを理解する方、そしてそういう方が参加してくださってるっていうことがまあ、ありがたいなっていう、そんな感謝の気持ちを、まあ、座長として持てる方なんやなと思ったので、さりげない、まあ、言葉ではあるんですけど、こういうプロの人たちが参加してると閉まるんだよね。っていう、なんかその言葉に、なんかこうやっぱりプロフェッショナルの方へのなんかリスペクトと、なんか感謝の気持ちをなんかすごく私は感じましたので、また皆さん、そこのあたりのまあ言葉を、じっくりと聞かれた後、また皆さんの感じられるところも教えていただきたいなと思います。そしてまた後半のところやったと思うんですけど、こういうやっぱりもう舞台の映像を見させていただいて、ライブでももちろん感じるんやけど、こういうおそらく言いたいことっていうのは、こういう舞台では、この事務所の伝統みたいなものをやっぱりすごく感じるし、ドリームボーイズも約20年にわたる伝統があると思うんですけど、その事務所の伝統みたいなものを感じるし、そこにまたこうして携われることっていうのが、まあ本当にありがたいと思いますっていうようなことも最後の方で話されてます。まさにこういうまあ舞台では、まあ先ほど言ったようにこのプロの方のダンサーの方も参加してくださってますし、またこのジュニアのまたすごく、こう有望な方たちもサポートしてくださって、それがもう面々とこう受け継がれている舞台やと思うんですけど、それを改めてまあ自分がセンターに立ってる主役を演じている舞台の映像を見ながらではあるんですけど、それを見ながら改めてこういうものを見ると、なんかこう事務所の伝統みたいなものを感じるし、それに携われてることのなんかありがたさみたいなものをすごく感じますっていう、なんかあのあたりの言葉にも、なんかショッピーはずっと冗談を言って笑ってるんやけど、ところどころなんかものすごくやっぱり芯をついてくるというか、本当に大事なところを見てはる人、見えてる人なんやなっていうのを、なんか私はすごく見抜いてしまいました。こんなん言われたらショッピーは、なんかね、照れくさく、否定されるかもしれないんですけど、なんか私はこう、見抜いてしまいました。皆さんどう感じられましたでしょうか？まあすごくね、もう楽しい感じで二人、またこの、慎太郎くんとショッピーのなんか、コンビネーションがすごくいいですね。で、このあたりは、もうおそらくこれはまた私の想像なんですけど、またこの、ドリームボーイズっていうのを見させていただいたら、このチャンピオンとライバル、このやっぱりその主演クラスの二人
がものすごく重要な役をしているので、ある意味この二人のなんかコンビネーションというところもなんかこうキャスティングされるときに考えられると思うんですけど、きっとまた小市くんはショッピー、そして慎太郎くん、この二人のコンビネーション、きっとこうなるやろな、きっといいコンビネーション出せるやろな、最後はああいう形で本当になんか本物の友情を表現できるやろなっていうところを思って、なんかキャスティングしてくださったんやろなっていうのを、まあ今回のこの70数分のビジュアルコメンタリーで、まあずっと二人で面白いことを言いながら進めておられる中でも、なんかこの二人のコンビネーションの良さに、なんかこう小市さんのなんかこの二人をキャスティングされたあたりのなんか本当の理由みたいなものもなんか感じた、そんな気がしました。そしてまあ楽しく進めて、最後はしっかりとまあこれを見てくださってる方っていうのはもうすでにお求めいただいてる方だと思うんですけど、ありがとうございますと、このあたりしっかりとMC、締めの挨拶をされた後で、ショッピーがじゃあウエスって言って最後終わったところが、またまたむちゃむちゃショッピーらしくて、私はまた最後のああショッピーらしいなウエスって言って終わったので、あのあたりもすごく私はまあまあ本当に方言で、しまいました。ディスクワンのまあ本編が素晴らしかったのはもちろんなんですけど、私はこの初回版を購入させていただいて、ディスク2に収録されている、まあ、特典映像であります、70分以上にわたりますこのセレクトしたシーンを二人で見ながらコメントされますビジュアルコメンタリーもむちゃむちゃなんかいろいろとこう感じることができたので、これを見させていただいた後でまたこの本編のディスク1もまた見て楽しませていただきたいなと思います。またビジュアルコメンタリー見られたまた皆さんの感想も教えていただきたいですし、冒頭で言いましたように通常版に収録されてますメイキング映像を見られたまた感想もまた教えていただけたらありがたいなと思っております。ドリームボーイズ、もし、10月に、ま、再度上演されて、また、ショッピーが主役をやってくださるとしたら、なんとしてでもまた今回、トライして、ま、さらにまた、ゲットするのが難しくなるとは思うんですけど、ぜひトライしてまた、本当に、帝国劇場で見に行かせていただきたいと、改めて思いました。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。生まれてきてよかった君と出会えたから、生まれてきてよかった君と出会えたから。